変歩単調は西洋音楽における調の一つで変方と主音とする単調である。調合はフラット6箇所である。アカマスは一般に臨時記号により表される。和音は火星的単音階で考えたもの。セブンの和音は V7 の、セブン7の和音は V9 の混音を省略した形とみなされることがある。その他のコードネームも実際の楽譜では、 異名動音的に変えられることがある。変歩単調と a 二単調は12平均率においては異名動音であり、かつ調合の使用も6箇所であり、五度県では異単調の対処に位置する。シャルパンティエはこの調を恐ろしいと述べている。19世紀以降では二単調で始まって半音ずつ高く転調する曲の途中で使われる場合が多い。また、二単調で始まって 末尾で半音高く転調するところで使われる場合も多い。ピアノでは弾きやすい調べであると言われている。ポピュラー音楽にも比較的多く使われる。ギターで演奏する場合は、全弦半音下げの場合もある。カテゴリー、変補単調を参照。ありがとうございます。